ああ、なるほど。女性でも。まあ、それやっぱでもね、皆さん名字ありますからね。うん、誰だと思ってんだって振りさえあれば。斉藤さんだと思って。あれですか。じゃあ私、おたけなんで。私だったらこうなるんですよ。はい。おたけ、さいかちゃーんっていうのがありまして。っていうのがありまして。はい、あれ、ちょっとダメか、これ。サーブ、レシーブ、アタック。顎のここら辺からですね、ギュッてこう指を伸ばしてもらって、下の歯でバッっていう。ギャグは得意じゃないかもしれない。ちょっと質問の方考えてもらってもいいですか、コツみたいなもん。あ、もうこれ以上掘るのはやめてもらっていいですか、はい、ギャグってね、受けないんですよ。だ4年間大学生活あるとしたら、その新歓コンパで滑って、それを3年半やり続けて、ようやく4年生の時の卒業式とかで、うん、これをやった時にみんながわーってなるものですから、そうですよ、やり続けるもんだね。私一応お笑い芸人プロですよ、10年目ですよ、はい、1回も受けたことないですよ、今のところ。いや、それは嬉しいですよ、チョコをいただくのは、うん、個人的にもすごく好きなんで、はい、とても嬉しいものだと思います。嬉しいです。僕甘いもの好きなんで、チョコレートはいくらでもいただきたいと思います。何でもすいません、全然参考にならないですね。何でもチョコだったら僕は嬉しいです。いや、本当はやっぱり相手がね、欲しいスイーツとかをなんとかこっそり聞き出してあげたいですね。まあ男性はやっぱりもらうと嬉しいもんです。とにかくあまりこう社員になったり、こう結果を恐れたりせずにですね、どんどんチョコをバンバン渡してください。ダメだったら他の人に。動画をご覧の皆さん、こんにちは、橋本まなみです。男性を落とすコツ、ポイント1、男の人を直視しない。見つめすぎると男性が萎縮しちゃうと思うので、優しい目で見つめてあげます。ポイント2、責めない。女性って結構気が強くて、男の人がダメな部分があるとこう言っちゃったりするんですけど、こういうことが直した方がいいよとか優しく言ってあげること。でも男性の言うことをはいはい聞きすぎると、都合のいい女性になってしまうので、いいところでこう腐って優しく言ってあげるのがいいと思います。この度、ウォッシュハウスのブランドキャラクターに就任しました。皆さん、洗濯をたくさんして気持ちもすっきりしちゃってください。女子会の店選びですけども、やっぱりね、楽しさの雰囲気が、伝えやすいお店、つまりね、 SNS 映えする料理がたくさん出てくるお店とかがね、すごく女子会に向いてるんじゃないかなと思いますけどね。はい、まあそうですね、今回でやっぱ綺麗なね写真をやっぱみんな撮りたいじゃないですか。なおかつやっぱちょっとヘルシーなお店がやっぱ女子会いいと思うんで、こんなんどうしようね。恵比寿のウィアーザファームというお店ですね。ご覧のようにね、もうすごくこういうケールだけを使ったシーザーサラダとか、これねすごいですよ。このいわゆるデザートもね、全部これね、野菜のアイスなんですね。なんでまあ本当にデザートなんだけど罪悪感がなくて、なおかつ彩りもいいので、写真も綺麗に見えるということで、これおすすめなんじゃないでしょうか。